右奥の髭の人物が、ブーデロー1957ブライアント夫妻は北米の作曲チームの二人。これまで2500曲の作曲に携わっており、主にエヴァリー・ブラザーズの作品、夢を見るだけ、バイバイ・ラブ、ラブ・ハーツ、メアリーへのメッセージなどで知られる。ブーデローはジョージア州、セルマン生まれ、クラシック音楽のバイオリンを習った。 アトランタ公共楽団で1937-38年シーズンに演奏したが、カントリー音楽のフィドルが好きで、地元のバンド、ハンク・ペニーヒズラジオカウボーイズに参加した。1945年、ウィスコンシン州ミルウォーキーで、フェリスと出会い結婚した。オール、I have to do its dream は、自伝的で、フェリスは、シャーウッドホテルのエレベーターガールをしていて、彼を見たとき、すぐに、 その人だと分かった。8歳の時に、夢の中で彼の顔を見て、以来、永遠に探し続けてきたのがブーデローだった。ホテルの噴水で彼を見つけ駆け寄りうっかり彼を水浸しにし、お酒を飲みませんかと誘った時、彼女は19歳だった。結婚当初は、経済的に困窮し、移動式住居で暮らし、80曲以上共作した。 多くのカントリー歌手に曲を売ろうとしては無視、拒絶されていたが、リトルジミー・ディケンズがカントリー・ボーイを録音、1948年にカントリーで7位になり、テネシー州、ナッシュビルの出版社へイカフ、ローズ・ミュージックのソングライターであるフレッド・ローズと仕事ができるようになった。1950年、夫妻はナッシュビルに引っ越し、フルタイムで作曲するようになった。 1950年代初期の作品にはスイングする、シュガーとラワレビトや、ブルージーなミッドナイトがある。リトルジミー・ディッケンズにさらに書き、カール・スミスにも書き、彼ら自身の45回転シングルを4枚出し、そこそこ成功した。1957年以降、エバリー・ブラザースの一連の大ヒット曲群を書き、国民的な作家になる。ロイ・オービソンや、バディ・ホリーにも書き、 ヒットした。後に、彼らの作品を録音したのは、トニー・ベネット、ソニー・ジェームズ、エディ・アーノルド、ボブ・ムーア、チャーリー・プライド、ナザレス、ジム・リーブス、レオ・セイヤー、ジェリー・リー・ルイス、サイモン・アンド、ガー・ファンクル、サラ・ボーン、グレート・フル・デッド、エルビス・コステロ、カウント・ベーシー、ディーン・マーチン、レイ・チャールズ、グラム・パーソンズ、ボブ・ディランなど。1962年、 トゥーメニーチックスが初の黒人女性カントリー歌手リオナ・ダグラスでヒット。彼女を発掘したのはモニュメントレコードのフレッド・フォスター。彼はブーデローの秘書の女性の名前がボビー・マッキーであることに気づき、クリス・クリストファーソンに彼女の名前を歌の中で使うよう提案し、クリストファーソンはミーボビー・マギーという曲を書き、後にこの曲はジャニス・ジョプリンの歌唱によって、 大ヒットした。夫妻は、テネシー州ヘンダーソン村のヒッコリー湖付近の家に、引っ越し、ロイ・オービソンや、ジョニー・キャッシュなど、友人の近所に住んだ。1978年、昔、ロッキートップを書いた場所である、テネシー州がトリンバーグに引っ越し、国立公園に近いホテルを買った。1979年、自作アルバム、A タッチオブ・ブライアントを発表。 1967年に書いたロッキートップは1982年にテネシー州の集荷になった BMI 賞を59回受賞1972年ナッシュビルソングライターの殿堂入り1986年ソングライターの名声の殿堂入り1991年カントリー音楽の殿堂入りロカビリーの殿堂入り1950年代のイギリスで 最も成功したソングライター3位。ブーデローは1987年に亡くなった。フェリスは活発に作曲を続け2003年に亡くなった。ナッシュビルのウッドローン、メモリアルパーク墓地に夫婦で眠っている。ノート、ポップ、C&W、R&B の3つのチャートで、Wake Up、プ、リトルスージー、オール、アイハ I Have To Do It's Dream が1位。オール。 I have two do it's dream, bye bye, love, love hearts, wake up, little s u z h i などには無数のカバーバージョンがある。httpperformingsanlighter.com, フェリ i c e a n d b u ブライアント ht、http コロンスラッシュスラッシュ www.southr.com e n r、er. r e e a d スラッシュ southr.eat12.8.html ありがとうございます。